はうちの YouTube のチャンネル動画が100本超えちゃいました。わあ、すごい。本当にありがとうございます。頑張りましたね、中井さん、ね、あの無計画で何をどう撮っていこうって全くなく、勝手に来週何しようかみたいな感じでよく続いてこれたと思います。本当に、ね、あの撮りだめがしてる時もあれば、もう毎週毎週前日に撮るみたいな時もありましたよね、うん、っていうところで、今日は歴代100本の中から、トップ10を発表したいと思います。はい。で、早速なんですが、ちょっと、10位から5位ぐらいまではスピードをつけてやっていきたいと思います、はいはい。10位がカーボンホイールのメリット&デメリットです。これ多分ね、労働の方とかも見てくれたんじゃないかな。結構割と最近半年ぐらいなんですけど、視聴回数が割と良かったですよね、うん、だデメリットはね、うん、YouTube 上がった頃に、うん、もうね、物がなくなっててあれ買いたいんですけどっていうのがタイムラグがあって、あ、それがね、ちょっと残念っちゃ残念だけど、うん、でもあんだけの、ね、中古の一部新品もあったのかな、ホイールの種類があったのも、お店の中にあったのも珍しかったですよね、はい。で9位が、スマートな停止と発進。これピストを乗り出した人が一番最初につまずく、どうやって乗る、どうやって降りるみたいな。これも意外、8ヶ月前なんですが結構見てくれてます。確かにね、フリーがないからね、今までの自転車と勝手違うからね、それ、まあ、我々もう慣れちゃってて当たり前のようにやってるけど、やっぱりそこがやっぱり一番つまずくネックかなと思いますね、うんうん、これもコメントいただいて、乗り方降り方わかんないんですっていう、かっこいい降り方教えてくださいみたいな感じでリクエストいただいた動画ですね、うん、はい。8位がミキさんの魔改造ピスト。やばい、変態バイクね。なんだかんだ言って一番乗りやすいとかってミキさんがいつも言った。また対談したいですね。そうだね、うん、19、8、7位が、後輪の正しい取り付け方、裏技付きっていうやつ。珍しくハウツー系ですね、うん、で、6位、リストアップの方法。ああ、なるほどね。意外に見てくれてるんですね、うん、結構ね、ウィリーやりたいやつ多いからね、うんうんうん、そのきっかけがリフトアップできないと、うん、ウィリーに至らないっていうところがあるからね、うんうんうん、なるほど。はい、5位がカーテルバイクアベニューロー特徴とカスタム、驚きの棒読みで、うん、カスタム紹介した棒読みの中井さんが懐かしいっていう声も一部からありますけれど、うん、まあそのおかげでね、アベニューローめっちゃ売れてるしね。ああ、まあそうですよね、うん、なかなか紹介してる動画は他になかったんで良かったですよね、うん、はい。で、4位、世界の長さは究極のピスト、信田さんのやつ。まあ NJS はね、根強いからね、うん、めちゃくちゃかっこよかったもんな、うん、これで、なんと信田さんはこのめっちゃ乗りやすいって、もう他のチャリいらないって言ってたナホの長さを人に譲ってしまうという。ねえ、もう意味がわからない。あれはカジキマグロだという全く意味不明なことを言い出して、ね、一番乗りやすくって他の10台乗らなくなるからっていうんで、うん、他の10台売っちゃえばいいのに、ね、長さを売っちゃうっていう全く意味不明だ。で、3位、チネリガゼッタ2020年モデルレアパーツでカスタム、タケちゃんのやつ、うん、これ珍しいブルーのタイヤが素敵だなって私も思ったんですけど、パーツカンパでね、うん、固めてるから、ね、珍しいパーツ、てんこ盛りでしたもんね、うん、あれ以来ね、タケちゃんね、のめり込んで今、うん、シャーク買って、うん、ね、小玉さんとこの、杉沢のクリテリウムも参戦してるからね。すごいね、大したもんだ。で、実は2位と1位両方とも
トリック動画なんですよ。で、2位がかっこいい折り方クロス折り、まあ、トリックではないかもしれないけどピストでしかできない、まあ、実技系なのでトリックとしていいでしょう。なんか意外でした。これが2位。昨日もあのアベニューロを買ってくれた男の子がまだ若いからね、あのクロス折りとフットブレーキ、とりあえず教えたら、まあ、1時間ぐらいやってたけど完璧にできるようになって、若い子は早いわ。クロス折り私も練習したけどちょっと怖いんですよね、お尻が持ち上がるとき、スピードはね、あの自分の思うようなスピードにしないとねちょっと難しいけどね。で、堂々の1位、もうこれはね私予想を裏切らない感じでミッドスキット。ああなるほどね。まあ、ピストの醍醐味であるね、あのスキットで始まりスキットで終わるっていうぐらいやっぱりピストならではの醍醐味だからね。これチャンネル開設して結構間もなく上げた、棒読み全開の中瀬さんのめっちゃ分かりやすい解説、確かにあのめちゃくちゃ分かりやすいし、これ見てできるようになっ なったよって言ってくれる人結構いるんで、編集も一番この4分弱の動画に何時間かかったことか、そう大変でしたっていうところがトップ10でした。で、まあ、最近ネタがねなくて結構毎週毎週苦しいんですけど、どう、なんか新しいネタありますか？いやいやいや、やっぱりね50代の頃はねトリックやったりねいろいろできたけどね、60を超えるとねもう維持も難しくなってきてね、さすがにトリックは厳しいね。えでどん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 新しいトリックができてくるわけでもないしね、まあ本当はフィッシャーのチップスなんかやればいいんだけど完璧にできる前に60超えちゃったからねもうできないもう誰かに撮ってもらいたいよ ね、 ね、まあタイミングがあればまた中瀬さんのトリック動画も見たいな。頑張っています、ってな感じで、やっぱりもう100本超えるといろいろネタ切れで毎回毎回苦労してるんで、何かリクエストがあればコメント寄せてください、今までもねあったんだけど、そのパーツがなかったりそのチャリがなかったりちょっとタイミングの問題で全部消化しきれてないんで、なんかいいネタがあったらぜひコメント寄せてください。てな感じで、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。